さて、水曜バラエティー毎月第3水曜日にお送りしておりますラジオデポン本当の出会いのコーナーです。読書普及協会チーム釧路の山本さん、そして今月のゲスト渡辺さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いや、実はこのコーナー2ヶ月ぶりですよね。そうですね。ね、あの前回収録の時に台風が来てまして、はい、これは危険だということで収録を見送りまして、ちょっと2ヶ月ぶりになってしまいましたけれども、今回は渡辺さんが選んでいただいた本を皆さんにお勧めしていくということなんですけれども、著者名と作品名教えていただけますか。はい、今日僕が紹介する本は、はい、東野圭吾さんの真夏の方程式です。これはもう超有名な。はい、そうですね。この間まで映画やっていましたね。はい、はい、そうですよね。なんか選んだ理由ってありますか、今回。これガリレオシリーズのうちの一冊なんですけども、前から好きで、原作本は最初の頃からずっと読んでいて、はい、今回まだあの映画になった時はまだ読んでなかったんですけども、はい、ちょっと、まあ、映画の見に行く前にまず原作本を読んでみたいなと思いまして、はい、まあ、割と最近ですね、読んだばっかりなんですけども、はい、今日それを紹介したいと思いますね。はい、はい、じゃあ本当に最近読んだ中ですごく面白かった一冊ということで、はい、まあ、もうね、映画をご覧になった方も多いと思うんですけれども、じゃあちょっと真夏の方程式のあらすじご紹介ください。うん、あ、はい、わかりました。主人公はですね、天才物理学者の湯川学准教授で、はい、警察にですね、大学時代の友人がいて、彼が持ってきた不可解な事件を科学の力によって解決していくんですが、はい、この湯川先生ですね、あまり自分からは進んで協力しないんですよ、事件には、はい、で科学的な興味がある事件だけ協力するというのが毎回の話の流れになっていますね、はい、で今回の事件はですね、湯川先生は毎回大学のその友人が持ってくるんですけども、そのたまたま現場に居合わせまして、湯川先生が、でその友人よりも先に事件に遭遇して自分から進んで事件の真相を解明していきます、はい、でお話はですね、一人の少年が針ヶ浦というところに向かう電車の中 で同じく仕事で同じ場所に向かう湯川先生と出会うところから始まります、はい、でその縁でですね、その少年の親戚の家っていうのが旅館をやってまして、はい、湯川先生も泊まることになったんですよ、うん、でその日の夜に同じ旅館に泊まっていたお客が突然姿を消して、うん、翌朝変死体で見つかるという事件が起こります、はい、湯川先生は、まあ、いつもは自分からは動かないんですけども、ある人物のために真相に行くんでいくというお話です、はい、僕が思う見どころなんですけども、はい、まず旅館の家族ですね、お父さんとお母さんと娘さんといるんですけども、でこの家族ある重大な秘密を隠しています、はい、で湯川先生が事件の真相に近づいていくと、だんだん解いてはいけない謎というのが出てくるんですよね、はい、でそれに湯川先生がどういう答えを出すのか、後半はそれが気になってあっという間に読んでしまいました今回は。まあ実際原作を読んでから映画を見に行った、はい、っていうことなんですけども、はい、どうでしたか、その作品の印象というか。あ、映画は結構原作通りでしたね。内容はほとんど知ってるんで、はい、映像にしたらどんな感じかなと思って見に行ったんですけども、うん、あのやっぱり俳優さんの力ってすごいですね。次の展開とかは分かるんですけども、やっぱ結構うるっと来てしまいましたね、映画の方も。あ、そうですか、はい、実際に山本さんももう読んでどうでしたか。そうですね、私も東野さんの本は何冊か読んだことがあったんですけど、はいはい、まあ、通常その推理小説だと、まあ、やっぱりそのトリックとか、はい、まあ、犯人が誰だろうっていうところがあると思うんですけど、うん、まあ、それを突き止めようとしていく中で、うん、新たな問題というか、はい、まあ、それに、まあ、
湯川先生が気づいて、まあ、それをどのように、まあ、解決していくかっていうところも、まあ、見どころの一つだと思うんですけど、はいはい、それがなるほどっていうか、なんていうんですかね、うん、人間味が出るというか、まあ、今までの作品の中ではちょっと湯川先生のその人間味がちょっと出るところなのかなっていうのもちょっとまた楽しみの一つかなと思いましたね、うん、まあ、映画先に見るか原作も先に見るかって選択肢はあると思うんですけども、はい、原作も先に読んでると、登場人物に感情移入ができるんですよね。結構映画最初の人もいると思うんですけども、うん、僕は最近割と原作本見てから映画を見てますね。あ、それはこの作品に限らずそうですね。映画だとやっぱし登場人物の内面とかってあんまり描かれてないじゃないですか。ある程度わかるんですけども、そのバックボーンというか登場人物の背景というかそのキャラクターの背景を知りたい場合にはやっぱり原作本の方がよりよくわかるというか、最近僕はそのスタンスで原作も読んでますね。小説いろいろと、まあね、でもこのシリーズに関してはもうキャストがね、あの固定されてるのでね、そんなことも頭に描きながら原作をそうですね読む楽しさっていうのもね、ありました、ありますよね、すごく想像はしやすかったですね、読んでいて。はい、今回はもう文庫本の後にまたハードカバーまで買い替えちゃうっていうぐらいちょっと気合いの入った、今回すごい良かったですね、ね、思い入れのある一冊ということで、映画を見た方もまた原作読んでみてもらうのも、はい、ぜひ面白いと思うし、おすすめします。映画見てない方は原作読んでから今度レンタルでそうですね、借りていただくだとか、そういう、ね、楽しみ方もあるんじゃないかなと思いますね、はい、分かりました、はい、ということで、じゃあちょっと、まあ、推理小説だけれどもちょっと普通の推理小説とは違う楽しみ方というか、まあそうですね、プラスアルファの楽しみ方もあるなというか、ちょっと、ね、ネタバレになるんでかなりオブラートにした感じでの表現になってますけれども、ね、このあたりがなかなか推理小説を紹介する難しさ、ね、難しさかもしれないところがありますけどもね、はい、今日はまあ東野圭吾さんの真夏の方程式ご紹介いただきました。ありがとうございます。さて、読書会の近況なんですけども、はい、最近といいますか月刊ウィット10月号に山本さんが取材されてましたね。そうですね、ご覧になられた方いらっしゃると思うんですが、はいはい、ちょっと恥ずかしながら私の本棚もちょっと公開させていただきました。はい、このコーナーもスタートして早1年。早いですね。あっという間に。今月で丸1年になるんですけども、はい、まあ改めてね、その読書会の良さ、魅力っていうのをね、はい、ちょっとラジオでもお伝えしたいなと思うんですけども。そうですね。はい、まあ、全部聞いていただいた方はいらっしゃればわかると思うんですが、はい、本当にもうご紹介した本ってもう様々なんですよね。ジャンルね。ジャンルが、もうこういった推理小説。うん、はい。から、まあ、自己啓発本であったり、まあ、純粋な、はい、まあはい、小説だったり、まあ、ちょっとなんていうんですかね、まあ、タレントさんの書いた本とかもありましたよね、はい、まあ、いろいろご紹介させていただいてたんですけれども、うん、私自身が、まあ、紹介するという立場でありながら同じメンバーのみんなが紹介してくれた本を私が、まあ、読んで感じたことは、うん、まあ、自分が紹介する本だけじゃない、まあ、うん、多分自分だったら読まないような本を読むっていう楽しみもすごくありましたし、はい、感じましたし、あとはやっぱりその紹介する楽しさっていうのは皆さん感じてもらってるんだなっていうのをちょっと、はい、感じるので、うん、まあ、ただ自分で本を読むっていう楽しさだけじゃなく、はい、その読んだ楽しさを紹介して、うん、でそれを紹介した相手がその本を読んでよかったねっていうのを喜んでもらう、うん、その楽しみっていうのはやっぱりこういう読書会じゃないと味わえないなっていうのをやっぱり1年間やってみて感じたので、はい、はい、まあ、ちょっと、まあ、自分読書だけじゃなくちょっとこういういろんな話をしてみたいなってことはぜひ足を運んでいただけたらなと思いますね、うん、はい、はい、渡辺さんは読書会に参加したのは何回ぐらいになりますか？5回ぐらいですかね。僕まだ1年全然通ってないんですよね。はい、でも皆さんすごくよくしてくれて、すごく楽しいです。あ、楽しみですね、毎月、はいはい、本当にゆるゆると。そうですね、ゆるゆると、はい、和気あいあいと、はい、なんとなくこう
初めてな感じがしないというか、うん、なんか、皆さん、あ、まだそんだけしか来てなかったのっていうぐらい、本当に今数えるほどしか来てなくても、うん、すぐに打ち解けて仲良くなれるので、はい、本当に初めての方も、うん、はい、そんなに緊張せず、そうですね、はい。楽しめると思いますね。はい。まあ、せっかくの読書の秋、はい、ということもありますのでね、読書会は毎月、第1水曜日、はい、夜7時から市民活動センター WAT で行っておりまして、初めての方はもう無料で、無料でご参加いただいて、うん、2回目からは100円、はい、なりますけれども、どんな様子かなって方はもう本持たずに手ぶらで行って話を聞くだけでもいいしってことですよね。そうですね。それで、うん、まあ、2回目からまあ持ってきていただいてもいいですし、うん、はい、はい、まあそうでなくても、うん、その後のちょっと懇親会の飲み会で、うん、ちょっと一緒にみんなとワイワイしたいなっていう方は、そこにだけ来ていただいても大丈夫なので。はい、そうですね。毎回ね、懇親会が夜9時から、ね、はい、読書会の流れでね、はい、ありますけれども、懇親会からの参加でも OK ですよ、ね、OK です、と、はい、いうことなんでね、なかなかこういう機会でもないと出会えない人とのありますよね。ありますね。ね、はい、ね、気軽にご参加いただけたらな。じゃあ次回は11月の6日、はい、水曜日に読書会が行われますので、まあ、読書会についての、まあ、申し込みとかは、読書普及協会チーム釧路のブログからね、することもできますので、佐藤のブログ、里ぶらりんにリンクを貼っておきますので、どうぞご覧ください。ということで、ラジオでポン、本当の出会い。今日は読書普及協会チーム釧路の山本さんとゲスト渡辺さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。